こんにちは、Dコレスタイリストのニッチと申します。今日はですね、ベージュの色合わせというテーマで動画をお送りしたいと思います。Dコレではですね、 LINE を使ったチャット相談サービスがあるんですけれども、色合わせに関するお悩みを抱えている方はすごく多いんですね。そういった色合わせに関するお悩みを抱えている方々に向けて、前回はこちらのようにネイビーの色合わせという動画をお送りしました。今日はですね、同じくベーシックカラーの一つであるベージュに絞って色合わせをご紹介していきたいなと思います。ブラックやネイビーのようにですね、暗い色を使うことが増える冬はですね、ベージュのような明るい色を取り入れることで冬コーデの重たい印象を変えることができるので、冬にこそおすすめの色でもあります。トレンドカラーということもあってですね、いろんなブランドさんからベージュの商品がたくさん出てると思うんですけれども、同時にどういうふうに色合わせをしたらいいかわからないという方も多いと思います。今回の動画でも、色彩の知識を生かして、おすすめのベージュの配色をご提案したいと思っておりますので、ベージュの色合わせに悩んでらっしゃる方はぜひ参考にしてみてください。ベージュという色はですね、砂とか木とかこういった自然を連想させる色で、日常的に目にする機会が多い色なので、安心感を与えてくれる色なんですね。暖色系の色で温かみを感じさせてくれる色でもありますので、秋冬にとてもおすすめな色です。ベージュが与えるイメージとしては、穏やかですとか柔らかい優しい、こういったイメージのある色ですので、柔らかな雰囲気に仕上げたい、コーディネートに優しい雰囲気を取り入れたいという方に特におすすめな色です。ネイビーと同じく有彩色ではあるんですけれども、ベーシックカラーの中の一つなので、コーディネートにとても取り入れやすい色なんですね。それではですね、ベージュの色合わせをコーディネートとともにご紹介していきたいと思います。はい、まずはベージュにブラックを合わせた配色です。重厚感のあるブラックは男らしい印象に見せることができる色なんですけれども、ベージュを加えることで柔らかくて優しい雰囲気を加えることができます。ベージュは落ち着いた色なんですけれども、色合わせ次第では少し地味に見えてしまうことがあるかなと思います。ブラックと合わせて明るさに変化をつけてあげることで地味に見えることはなくなるかなと思います。はい、続いてベージュにホワイトを合わせた配色ですね。ベージュに合わせるホワイトは真っ白よりもオフホワイトみたいな感じで、やや黄みがかったホワイトを選ぶとベージュに馴染みやすくなるのでおすすめです。比較的明るい色同士なので、膨張色特有のぼんやりとしたシルエットになりがちなんですけれども、ベージュをですね、濃いめのものを選んであげることで、色にメリハリを出すことができます。小物でブラックですとかブラウンなどの濃いめの色を合わせてあげると、よりコーディネートが引き締まるかなと思います。あとはですね、コーデュロイなどの素材感を工夫してあげることで、季節感のあるコーディネートに仕上がりますので、素材を意識してコーディネートしてみてください。続いてベージュにグレーを合わせた配色ですね。上品な印象のグレーはベージュと合わせることで品のいい大人の雰囲気のコーディネートに仕上がります。中間色のグレーを合わせることでですね、より柔らかくて優しげな雰囲気に仕上げることができます。グレーといってもですね、明るいグレーからチャコールみたいな暗めのグレーなどいろいろありますけれども、明るいグレーを合わせると爽やかな雰囲気になりますし、暗めのグレーですとクールで落ち着いた雰囲気のコーディネートに仕上がります。続いてベージュにネイビーを合わせた配色ですね。ベーシックカラー同士の配色になります。ベージュの反対色であるネイビーはですね、コーディネートにメリハリが生まれやすいので、ベージュととても相性がいいんですね。有彩色同士でカジュアルな印象を与える配色になりますので、綺麗めなアイテムを意識して取り入れてあげるとですね、30代40代らしい雰囲気のコーディネートに仕上がるかなと思います。続いてベージュにカーキを合わせた配色ですね。こちらもベーシックカラー同士の配色になります。ベージュにもカーキにもですね、黄色が含まれている色なので、色同士が非常に馴染みやすいんですね。どちらも自然を連想させる色なので、ナチュラルで自然体な印象を演出できるので、親しみやすい雰囲気のコーディネートに仕上がるかなと思います。先ほどと同様ですね、有彩色同士の配色でカジュアルな印象を与えるので、きれいめなアイテムを意識して取り入れてあげるとですね、大人の雰囲気にぴったりなコーディネートに仕上がるかなと思います。続いてベージュにブラウンを合わせた配色ですね。ベージュと同じ系統の色のブラウンはですね、ベージュに馴染みやすくて統一感のあるコーディネートが作りやすくなります。馴染みやすい色同士なので、色の濃淡を意識したりですとか、白を効果的に取り入れてあげるとですね、コーディネートにメリハリが出て、おしゃれに着こなすことができるかなと思います。続いてベージュにテラコッタを合わせた配色ですね。
テラコッタはですね、オレンジがかったブラウンのことで、まあ、レンガ色みたいな感じの色を想像していただけると分かりやすいかなと思います。実はですね、ベージュもテラコッタも割合は違うんですけれども、どちらも黄色と赤が混ざっている色なんですね。ですので非常に相性がいいです。類似色同士の組み合わせで色味に統一感が出て、コーディネートがまとまった印象に見えるので、非常におしゃれに見せやすい配色かなと思います。続いてベージュにイエローを合わせた配色ですね。どちらも黄色系の色味なので非常に馴染みやすくてですね、統一感のあるコーディネートに仕上がるかなと思います。イエローに合わせるベージュはですね、黄色味の強いベージュの方が馴染みやすいかなと思います。発色のいいイエローはですね、主張が強くてコーディネートには取り入れづらいかなと思いますので、マスタード系のイエローですとか、グレーを混ぜたようなくすみがかったイエロー、こういったものを使うとコーディネートに取り入れやすいかなと思います。ブラックのパンツよりですね、チャコールみたいな濃いめのグレーのパンツと合わせてあげると、コントラストの強さを抑えることができるのでおすすめです。続いてベージュにワインレッドを合わせた配色ですね。ワインレッドとベージュはですね、どちらも暖色系で、合わせることで温かみのあるコーディネートに仕上がります。合わせるベージュはですね、先ほどイエローを合わせたベージュとは逆で、黄色みの少ないベージュが相性がいいですね。ベージュが優しい雰囲気を与えてくれて、赤色の強さを和らげてくれるので、すっきりとしたコーディネートが作れるかなと思います。主張が強い赤よりもワインレッドのような落ち着いた色味の方がコーディネートには取り入れやすくてですね、30代40代らしい雰囲気のコーディネートが作りやすいかなと思います。はい、以上ですね、ベージュの配色とともにコーディネートもいくつかご提案させていただきました。ベーシックカラーの中の一つで、コーディネートに非常に取り入れやすいベージュなんですけれども、発色が良すぎる色と合わせてしまうとですね、その色だけが目立ってしまう可能性があります。合わせる有彩色はですね、鮮やかすぎない落ち着いた色を合わせてあげるのがポイントになります。ベージュの色合わせに迷った時はですね、ぜひこの動画を参考にしていただけると嬉しく思います。僕たち D コレクションではですね、おしゃれの教科書というもので、おしゃれになるための法則をご提案しています。おしゃれに見える色の合わせ方の基本もですね、このおしゃれの教科書に記載しています。おしゃれに見える色の合わせ方以外にもですね、綺麗めとカジュアルの見分け方ですとか、おしゃれに見えるシルエットの作り方、こういったおしゃれになるためのポイントもまとめています。ぜひですね、おしゃれの教科書をまだご覧になっていない方がいらっしゃいましたら、概要欄のリンクからおしゃれの教科書もチェックしてみてください。こんな感じで僕たち D コレクションでは、30代40代アラサー世代アラフォー世代の大人の男性を中心に、コーディネートのご提案、着こなしのポイントなどを動画で解説しております。今日の動画が少しでも参考になったという方がいらっしゃいましたら、高評価とチャンネル登録がまだの方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。